神経病理学とは、神経学の分野における病理学である。具体的には、中枢神経、末梢神経、筋肉などの材料を顕微鏡で観察し、病理診断や病気の原因や発生基準を研究する学問である。中枢神経の細胞は、神経細胞、グリア細胞、支持組織からなる。グリア細胞は、アストロサイト、オリゴテンドログリア、 上着細胞、ミクログリア、マクロファージなどが知られる。アストロサイト、オリゴデンドログリア、上着細胞をマクログリアという。支持組織には、血管、軟膜、雲膜、脈絡層、雲膜下流などが含まれる。神経病理学においては、神経細胞の変化は長久性期を除けば、グリア細胞の反応を伴うものであり、逆に、グリア細胞の反応がなければ、 人工的な変化の可能性が疑われるため、各種細胞の同定は非常に重要と考えられている。神経細胞神経細胞は、細胞体、軸索、樹状突起から構成される。細胞体には、各、ゴルジ装置、リソソーム、ミトコンドリア、リボソーム、小胞体、リポフスチン、神経細いと微小管、神経メラニーなどが認められる。軸索や、 受状突起ではこの内ミトコンドリアや神経細いと微小管が主に認められる。光学顕微鏡で確認できるのは各、素面小胞体の集合物、リポフスチン、束状の神経細いと神経メラニンなどである。神経細胞の病理変化神経、細胞脱落神経細胞の脱落では、周囲組織の組織変化を伴うことが多い。 神経細胞内部質の外部への流出、細胞外のレビ固定やアルツハイマー神経、厳選異変化などが知られている。細胞死に続発する変性神経細胞の処置像として、マクルファージによる神経鈍色像や、随章破壊産物を鈍色する脂肪下流細胞が観察される。またアストロサイトが反応し、グリオーシスが形成される。 神経細胞体の形態変化トラフ状に見える日する固定が崩壊する状態をクロマトライシス、またはトラフ誘拐という各周囲の細胞質の中心部が主大し崩壊した日する固定が周辺に押しやられる状態を中心性トラフ誘拐という。これは軸索障害による逆行性変性の結果である。風船上主張はペラグラ、ピック病、 クロイツフェルトヤコブ病、大脳皮質器定核変性症、進行性拡張性麻痺などで記載される。風船上主張をした細胞が日する固定を失っている場合があり、その状態をアクロマジアという。代謝性疾患では異常代謝産物が細胞体に蓄積されることにより、主大性変化をきたす。変性疾患では異常タンパクなどの蓄積により細胞体が 主題することがある。アルツハイマー病の神経厳選変化やレビ固定などが細胞体内に形成されれば全体像が主題することがある。ベルウンドニューロンと表現されることもある。原曲性皮質異形成や結節性硬化症の皮質結節部など細胞成分に異形が認められる疾患では神経細胞が主題することがある。加齢に伴う単純萎縮が知られる。 また、急激な拒絶では、細胞質全体が抗酸性となり萎縮し、拒絶性変化あるいは低酸素性変化という、変性萎縮した神経細胞に、石灰や鉄が沈着しミネラリゼーションという変化を起こすことがある。神経細胞室内の生理的、病的構造物リポフスチンは、神経細胞内に蓄積される、消耗性色素で過励、加齢、 変性などで増加する。加齢現象に随伴する構造物で、ウミウマの重り体細胞層に後発する。別名は、抗酸性混合状構造物。神経細胞内、神経突起内、その周辺などで認められる。生理的加齢のみならず、アルツハイマー病でも多数認められる。高齢者やアルツハイマー病などの海馬水体細胞層の神経細胞体に、 公園規制下流上構造物を含んだ昇空法が認められることがある。神経細胞内にリン酸化タウタンパクの不要性の蓄積が起こり、異常繊維形成として蓄積したものである。古いものは抗酸性を帯びてくる。強い死銀性があり、ギガバイト染色で黒色に明瞭に染色される。加齢や地方性疾患だけではなく、アキュー性硬化性全脳炎。 ニーマンピック病死型、頭部外傷、二受生体をパチーでも出現する。ピック病のウミウマなどの神経細胞内に形成される死銀性の円形構造物である。HE 染色では、抗酸性で防火した球状物として認識される。尖り性樹状を突起側に存在することが多い。ピック病の診断的な意義を持つ神経細胞内の球状構造物である。 ピック級ほど明瞭ではないものの、防火したような球状物で、細胞質が大きく主題した神経細胞をピック細胞という。貝馬四条貝、海馬し足などが後発部位であり、リン酸化タウを含んでいる。グルコースポリマーで形成される固定をポリグルコ酸固定という。その中には、ラフォラ固定、ミオクローヌス固定、ビルショースキー固定などが含まれ、神経細胞体、 神経突起、クリア細胞内に蓄積する。ラホラ固定は、ラホラ病の指標となる構造物である。ラホラ固定は、細胞体内に蓄積することが多いが、神経突起で認められることもある。特発性パーキンソン病や加齢老人の国質、青半角、瞑想神経肺側角,角などの脳幹の初心計画の神経細胞室内に見られる、抗酸性の固定である。 典型的なものは脳幹型レビコ定と言われるもので、中心部に強い芯があり、その周辺部に染色性の薄予備状の空間を伴う。メラニン下流に渦もれていることもある。皮質型レビコ定は、防火した淡い球状物である。レビコ定は、指基賃化されており、高指基賃抗体で明瞭に検出することができる。また、抗生蛋白である。 アルファシヌクレインでに対する抗体でも検出ができる。アルファシヌクレエのパチー以外でも認められるため、神経変性に随伴する構造物である可能性もある。若年性スジー縮性側索効果症の全核細胞、骨質、大脳基底核に抗塩基性の大きな風乳体が報告されている。スジー縮性側索効果症の脊髄、脳幹運動神経細胞内に出現する。 異常構造物であり、ALS に特異的である。抗酸性の小円系構造が、神経細胞内の数個術上に連なっている。抗シスタチン C 抗体で明瞭に染色される。孤発性及び家族性の ALS の、海運動ニューロン内に、抗酸性の糸状、環状構造の集合体で糸を巻き取ったカセのように、見えることから、この名前がついた。 HE 染色で同定するのは困難であるが、高指基ん抗体で陽性を示す。スケーン様風入体は運動ニューロン疾患以外に、進行性拡上性麻痺や大脳皮質基定核、変性症、ピック病、老人脳などでも線状態で高頻度に認められる。ALS の脊髄全核細胞にスケーン、様風入体よりも、繊維成分が密に集合したような抗酸性の 球状物が観察できることがある。ALS の脊髄全角脳幹の運動神経細胞に時に認められる、レビ固定に類似する円形で、淡いガラス様風入体を、レビ小体用ガラス様風入体という、高度に指基ん化しており、高指基ん抗体で、陽性を示す。地方症状を伴う ALS では、貝橋上階下流細胞、側頭用皮質の神経細胞に、 指キチン陽性の神経細胞内の封入体が出現する。HE 染色、死人染色などルーチンの染色では検出困難であり、高指キチン抗体で陽性を示す。グリア細胞内封入体で有名な多系統、萎縮症でも神経細胞内封入体が知られている。約30%ほどに地方症状を伴う ALS で認められる。 死状界神経細胞内指ちん化風入体に類似する構造物が認められる。胸角が残る神経細胞内に比較的大きな不整形の風入体が認められることがある。高乳ロフィラメント抗体で染色される。狂犬病ウイルスによる抗酸性の細胞室内小風入体をめぐり固定というウイルス性感染症では 神経細胞内や核内に封入体が認められることが多い。核内の生理的、病理的構造物核固定とほぼ同じ大きさの抗酸性下流構造物であるが臨床的意義はない。ウイルス性感染症では核内封入体がしばしば認められる。多系統萎縮症では大脳皮質神経細胞の核内にギガバイト染色で短い糸くず状に染色される。 感情構造物が確認されることがある。ギガバイト染色のみで可視化され、編成のプロセスの存在を示していると考えられている。トリプレットリピート病では、神経細胞体内、核内に指基地陽性の風入体が観察される。ボリグルタミンに対する抗体でも染色される。神経突起の病理変化軸索障害に関しては、以下の病理学的変化が知られている。 軸索のどこかが障害され、その後の二次性変性が軸索の方向へ進展する、巡行性の変性進展様式を、巡行性変性と言い、ワーラー変性とも言う。軸索の障害に弱気されて起こる、細胞体へ向かう変性を逆行性変性という、ダイイングバック現象とも言う。神経細胞の変性がそれと、繊維連絡のある、 別の神経細胞の編成を弱気することを経、神経細胞編成という、軸索の障害により、様々な反応性の変化が起こることを、軸索反応という、軸索障害後、神経細胞体へ向かう逆行性編成が起こる。その結果、神経細胞体が主題を起こす状態を示し、中心性とラフ誘拐を起こすことなどが、典型例である。神経作が編成することである。 順行性、逆行性の区別はしないことが多い。病理学的な美慢性軸索損傷と臨床の美慢性軸索損傷は異なる。軸索は断裂し髄症も破壊され、様々な二次反応を示す。軸索主題も形成され、特に軸索退縮球と呼ぶ。軸索主題の一つの特殊なタイプである。軸索の炎位末端部の主題を特徴とする。炎髄ゴル核では、 加齢性変化や抗転換薬の長期服用の副作用でも出現する。軸索樹状突起病変の基本軸索障害の終末像は軸索の萎縮と消失である。軸索の脱落に伴い随症が崩壊することも多く、その場合は破壊成分を鈍色するマクロファージ、脂肪下流細胞が出現する。神経突起、軸索主大病変の総称である。 軸索の筋イ部から再エンイブまで形成される可能性がある。HE 染色では抗酸性に染色されるが、ボジアン染色など、死銀染色では一層明瞭に可視化される。ニューロフィラメントが蓄積すると考えられる。キロバイト染色、LFB 染色も用いて、有水繊維のスフェロイドか、無水繊維のスフェロイド化を判定する。軸索クイブ終末に形成された場合は、 終末ボタンといい、頭部外傷で障害部位に軸索主題が認められた場合は、軸索退縮球、軸索ジストロフィーで起これば異栄養性軸索と呼ばれる。プルキンエ細胞と周辺の神経突起の変化、プルキンエ細胞の最も近い部の軸索に生じたスフェロイドである。プルキンエ細胞の細胞体あるいは樹状突起の表面から外側に向かって突起が出ているように見える。 物をカくタスという、プルギンエ細胞の樹状突起が分子層内で主題する変化である。人手固定、または樹状突起主張という、小脳史上核細胞周囲で、軸作末端部で、無髄繊維が増加することがある。これを、グルモース変性という、HE 染色では、抗酸性を呈する雲状の構造物が集積する、小脳炎神経変性を示しており、 進行性拡張性麻痺や史上核赤核泡を玉、類体萎縮症などで特徴的に認められる。プルキンエ細胞の脱落を示す初見である。プルキンエ細胞が消失すると、カゴ細胞の軸索だけが空っぽのバスケットのように見える。神経突起内の蓄積物回は、会は母回、側頭用において、死人染色で、梱棒状に染色される構造物が観察される。 神経突起内に異常リン酸化炭が頭上に蓄積することが明らかになっている。アルツハイマー神経厳選異性変化が形成される病的な場合、その周囲に糸状の死人性構造物を観察することがある。h e 染色では識別ができないがギガバイト染色で明瞭に検出できる。神経突起に異常リン酸化炭が蓄積したものである。 老人藩はすべて神経突起の変化であるわけでは、内が気質に沈着している、アミロイド成分とともに、神経突起にはリン酸カタウの蓄積が生じ、軸索ジストロフィーを示す。類添粉固定は、アストロサイトの突起内に形成されるが、軸索内に形成されることもある。軸索主題のことだが、蓄積物という点では、ニューロフィラメント蓄積と捉えることができる。 レビ固定を形成する神経細胞周囲に指基地陽性のやや太く取材した神経突起を観察することができることがある。アストロサイトアストロサイトは HE 染色では比較的明るくやや大きな核を持ち細胞質に乏しい細胞である。細胞体には核、リソソーム、グリ抗原下流、ゴルジ装置、中間系フィラメントなどに富む。 中間系フィラメントの抗生タンパクでアルグリア、繊維性酸性タンパクやビメンチンに対する抗体で染色される。正常な場合は、HE 染色などルーチンの染色では、突起成分は可視化されず、抗グファップ抗体を用いた免疫染色や古典的なカファール染色を行わないと突起は観察されない。組織障害に反応したアストロサイトは、 細胞体のみならず突起も太くなり、HE 染色でも容易に観察ができるようになる。アストロサイトのタイプアストロサイトは存在する場所などによって形態が異なる。ベルクマングリアとは、小脳皮質、プルキンエ細胞層に存在するアストロサイトの故障である。ミューラ細胞とは、網膜の前層を貫く突起を有するアストロサイトの亜系である。 発生期の神経管の内側から放射状に変異炎体に突起を伸ばしているアストロサイトであり神経細胞の放射状移動のガイド役になる細胞であるアストロサイトの病理変化何らかの原因による組織障害でアストロサイトが造成している状態である組織障害に反応しアストロサイトの中間系フィラメントが造成し細胞質が腫れた状態のアストロサイトを指している 比較的急性期のアストロサイトの反応性変化である。核炎が厚く、明るい核と抗酸性の豊富な細胞質を持つアストロサイトである。クロイツフェルトヤコブ病や進行性達成、白質のおでは非常に大きな批判性、アストロサイトが認められるが、どのような組織障害でも観察できる。細胞質には乏しいが、 突起内の繊維成分が豊富なアストロサイトである。グリオーシスに至る全段階と考えられている。脳浮腫などに随伴して、アストロサイトの細胞質が主張しアメーバ状の形態を呈する段階を有するアストロサイトをアメポイドグリア、アメーバサマグリアという。一つの細胞が他の細胞に貫入する現象であり、脳ではアストロサイトがオリホデンドログリアを 細胞質に含む初見が観察される。組織反応として、繊維性、アストロサイトの突起が進展し、障害された組織を埋め尽くす、修復、反根化の状態を、グリオーシスという。組織障害が慢性的に進行した場合は、アストロサイトの繊維成分が既存の神経繊維の走行を模倣しながら、グリオーシスを形成し、イソモルフィックグリオーシスという。 比較的急激な組織破壊の場合は既存の神経繊維の走行を模倣せずにアニソモルフィックグリオーシスというウィルソン病や肝性脳症を伴う肝障害の大脳基底核で核膜、核固定が目立った大きな核を持つアストロサイトが認められアルツハイマー型グリアというアストロサイトへの蓄積神経細胞だけではなくアストロサイトの突起内にもアミロイド固定 類澱粉固定は蓄積する。加齢性の変化で、疾患特異性はない。アストロサイトの突起内に形成される、HE 染色で、抗酸性の混沌状のガラス様構造物である。沈休化したグリオシスや、グリオーマなどで人得意的に認められるが、アレキサンダー病では、脳全体で認められ、診断的価値がある。リン酸化タウのアストロサイトへの蓄積、タウオパチーでは、 神経細胞だけではなく、グリア細胞でも、タウの蓄積が認められ、診断学的な価値がある。アストロサイトの細胞体から伸びる突起にリン酸化、タウが蓄積したもの、タウをパチーで一組的に認められる。アストロサイトの突起のうち、細胞体に近い突起にリン酸化タウが異常蓄積したもので全体が房のように見えるものである。 進行性拡張性麻痺の病理診断の根拠となるものである。アストロサイトの突起内の遠異部にリン酸化炭が異常蓄積したものであり、全体として繁盛、あるいは過感状に見えるものである。大脳皮質規定核変性症の病理診断学的な指標となる構造物である。オリゴデンドログリアアアストロサイトより小さく、クロマチンに富む小染めした核を有し、細胞質はわずかである。 アストロサイトと比較すると突起は少ない。神経繊維束に並走するように樹頭状に配列するものを束感オリゴデンドログリアという。神経細胞の周囲を取り巻く衛星細胞の多くはオリゴデンドログリアである。突起の先端部が帯状になり、随鞘を形成する。オリゴデンドログリアは一つの細胞から多数の随鞘節が形成される。 末梢神経の手腕細胞では一つの細胞から一つの随小節が形成されるのと対照的である。細胞質には、粗面小胞体、リボソーム、ミトコンドリアに富んでいる。オリゴデンドログリアの病理変化アルファーシヌクレーン、免疫染色では、オリゴデンドログリアの細胞質内に、G 氏が認められるオリゴデンドログリアは、アストロサイトよりも、脳不腫では、不腫性変化を起こしやすい。 大脳白質の異所性神経細胞や血管周囲にオリゴデンドログリアのサテライト質が顕著な場合は微小形成不全の所見と考えられている。進行性達成白質脳症や急性硬化性全脳炎では神経細胞以外にオリゴデンドログリアの核内にウイルス風入体が認められる。多系統萎縮症のオリゴデンドログリア細胞質に 形成される大人弱子様のギ銀性封入体であり、指基地陽性、アルファシヌクレーン陽性を呈する。リン酸化タウタンパクのオリゴデンドログリア内の異常蓄積タウタンパクの異常を伴う神経変性疾患では、オリゴデンドログリア内にも蓄積が認められ、免疫染色やガリアス染色で可視化される。タウオパッチーで非得的に認められる所見である。進行性拡張性ま、 これを、グリアコイル状固定という、タウオパチーにおいて、オリゴデンドログリアの細胞質ではなく、突起部分に異常リン酸化炭が沈着し、免疫染色、ガリアス染色などで縮れたい特ス状に見える。これを、死因性スレッドという、進行性核上性麻痺、大脳皮質基定核変性症で、比較的多く観察されるが、両疾患における死因性スレッドは、 形態学的に異なるものである。ニューロピル HE 染色体標本で、神経細胞、アストログリア、オリゴデンドログリアの間にある均一な場所を、ニューロピルという、神経繊維網と訳される。電子顕微鏡では、神経細胞の樹状突起、それと接触する無数のシナプス、アストログリアの突起、ミクログリアの突起、さらに通過するだけの神経繊維が、 ニューロピルを形成する。ニューロピルの変化としては、訴訟化、海面状態、ニューロピルスレッドが知られている。訴訟化、訴訟化は主観的な術語である。滑らかで均質なニューロピルがアライガーゼのような形態を示すときに用いられる。海面状態、海面状態とは、中枢神経系の様々な場所に重篤な、急性崩壊で起こるもので、神経細胞。 クリアの障害によって生じる感激と症候である。光学顕微鏡でしばしば遭遇する皮質の海面状態は、大脳皮質の表層部のニューロピルにできる細かい、中空な穴の集合である。神経細胞の脱落の跡や、神経細胞周囲空あるいは、毛細血管周囲なども、海面状態という言葉の中に含まれている場合も、ある。原因として様々な原因による脳種、脳不臭。 代謝性脳症、虚血性障害、神経変性疾患などが挙げられる。特にクロイツ・フェルト・ヤコブ病、レビー症体系認知症のうち給料皮質、ピック病、認知症を伴う ALS、大脳皮質規定核変性症などで認められる。ニューロピルスレッドニューロピルスレッドは、ニューロピルの変化ではなく、神経細胞や樹状突起と関係した変化である。特に、 アルツハイマー病の開発室で広く分布する、糸くず状の構造である。その密度は認知症の程度や神経原選異変化の数に相関する。ニューロピルスレッドは神経細胞の受状突起に由来する。アルツハイマー病に特異的ではなく、大脳皮質器定格変性症、進行性格上性麻痺、ピック病などでも認められる。随症随症とは、 軸くの周りを囲っている被膚部である。オリゴデンドログリアは一つの細胞から多数の随小節が形成される。一方、抹消神経の手腕細胞では一つの細胞から一つの随小節が形成される。また、脳神経は抹消神経であるが、視神経の随小はオリゴデンドログリアによって形成される。そのため多発性硬化症など中枢神経の 脱髄性疾患では視神経異常を伴う。随症の病理的変化随症の脱落を総称して、随症脱落という。変性疾患の軸索障害によって二次的な、随症の脱落も脱髄疾患による一時的な、随症の脱落も、随症脱落と表現される。随症は、脂質成分が多く、脱落すると、脂肪下流細胞が浸潤する。随症の破壊産物が、 会場に凝集したものを見えに覚えとという。随章が一時的に崩壊する現象が競技の脱髄である。軸作は比較的保たれる。繁盛に脱髄が認められるときは脱髄犯という。急激な限界質の変動、例えば低ナトリウム血症を急激に補正した場合は、随章染色の染色性の低下が認められ、随章誘拐という。随章が脱落するのではなく、 随症が十分形成されない場合、随症形成不全という、白質ジストロフィーなどで認められる。先天的な随症形成不全であり、原極性皮質異形成や、結節性硬化症では、大脳皮質と白質の境界が不明瞭である。大脳深部白質や、判断円中心では、随症染色で染色性の低下が認められることが、あり随症アーメイカや、ミエリンパーラーという、 グリオーシスやマクルファージ身順などの反応性変化を書いている場合が多い。病理的な意義は不明である。上着細胞上着細胞は、脳室壁を裏打ちする正方形、円柱状の細胞である。脳室側には、線毛や微線毛がある。ミクログリアミクログリアは小型で多極性の突起を持つ、小グリア細胞である。体制器の探求由来、または、 神経外配用由来と考えられている。脳に何らかの障害が起こると突起が太くなり、活性型になる。マクルファージに移行する。ミクログリアの病理的変化アルツハイマー病の老人犯 HE 染色。パーキンソン病のレビー固定。HE 染色。病理学の基本的染色法であり、細胞質はエオジン構成に赤く染まり、各や各固定は、 ヘマトキシリン構成に紫色に染まる。神経細胞に対する染色法であり、素面症包体である、日る固定を色素のクレシル紫が紫色に染める。随症染色である、脱髄疾患の分布の評価などを行うことができる。日る染色と LFB 染色を併用した染色で、神経病理学で最も一般的な染色法の一つである。 アルツハイマー病の老人犯。ボジアン染色資源染色であり、神経突起の評価や、繊維成分の評価に優れている。クリスタル紫によって、アストロサイトの繊維成分を紫色に染色する。異常タウタンパクの一部を染色する方法である。ユビクチン、リン酸化タウ、アルファシヌクレーン、ボリグルタミン、グハップなどの免疫染色を併用することが多い。脳腫瘍は、 原発性脳腫瘍と続発性脳腫瘍に分けられる。脳腫瘍は発症年齢によって大きく発生率が異なり、成人では約70%がテント状に発生し、転移、神経に皮腫、種、髄膜種、神経小種が多い。小児では70%以上がテント下で起こり、外肺腰起源毛様細胞性生成細胞種、髄芽種、上着種が多い。 脳腫瘍の症状は、全身症状と局所症状に分かれる。全身症状とは、腫瘍の増大とその周囲の負腫によって、頭蓋内圧が更新したり、脳脊髄液の循環が直接障害されることによって生じる。具体的には、頭痛、認知機能障害、人格障害、歩行障害といった症状である。局所症状としては、肩麻痺、失語、 死や障害などが考えられる。原発性であれ、転移性であれ、通常 GD 増強効果が見られる。悪性度の低い神経二カワ種では、GD 増強効果が認められず、フレア画像が診断の役に立つ。静脈血栓側線症が、神経二カワ種や転移性の腫瘍では起こりやすいため、注意が必要である。正常細胞脂風は、 正常細胞種を組織学的な特徴に基づき4段階に悪性度を分類している。グレード I に、毛様細胞性正常細胞種、上着下巨細胞性正常細胞種、グレード2に微慢性正常細胞種、グレード3に体形性成正常細胞種、グレード4に、ニカワガ種が分類されている。STE、アン、マヨの基準では、核の多形性、核分裂像、 微小血管増生、絵師の4つの初見の有無によって、グレードを決定している。またきマイナス67、ミ部マイナス1陽性率などは、細胞増殖の指標として用いられる。毛様細胞性正常細胞種、ローゼンダールファイバー若年者、特に幼児の小脳に発生することが多い、良性腫瘍である。毛様の細長い突起を伸ばす、主要細胞が、 充実性の領域と不死を伴う海面上の領域を作る。充実性の領域には、エオ人工性のローゼンタールファイバーが認められる。結節性硬化症に随伴する脳室内使用である。批判性保死細胞に似た大型腫瘍細胞がと、小型防水系細胞も介在し血管に富んだ構造となる。30歳から50歳の男性に多く発生する。 三脇所見では原生異性性細胞種と原形質性細胞種に分けられる。原選異性性細胞種では、細胞は大円形核と抗酸性細胞質を持ち、多極性の突起を伸ばす主要細胞が微慢性に増殖する。原形質性細胞種は異形の弱い粒円計格と狭い細胞質を持ち脆弱な単突起を伸ばす主要細胞からなる主要である。 体系生成生細胞種50歳から60歳の男性に多い。グレード2の生細胞種と比べて細胞密度の増加、各異形、各細胞分裂増が顕著になっていることが特徴となる。ニカが所原発性能主要の11%を占め、60から64歳にピークがある。より低悪精度の生細胞種から多段階発がんの 結果起こる二次性二カワガシュと原発性二カワガシュがある。ほとんどが原発性二カワガシュである。細胞密度は高く、細胞は小型類円形から多角形、さらに多角巨細胞などの形態を示す。核クロマチンは豊富で核分裂が至るところで見られる。主要細胞の配列は、血管周位性ニセロゼット、エシソを囲む、偽作状配列。 血管内皮細胞の反応性増殖や人子球体形体様構造の形成が認められる。少なくとも3つの農用にわたる連続性の広範な新順を示し、点と下や時に脊髄にまで及ぶクリア系主要である。長打円形の角と狭い細胞質を持つ防水系細胞が既存の繊維構造に沿って新順性に増殖する。 とぼしとっきにかわしとぼしとっきにかわし強拡大とぼしとっきにかわしは神経にかわしのうち約15から20%を占める。文化度の高いとぼしとっきにかわしと体型生成とぼしとっきにかわしに分かれる。最も特徴的な組織像はほぼ一定の大きさの丸い角を持ち、細胞質が明るく抜け、細胞膜が明瞭な細胞が大量を敷き詰めたように配列する。この配列を ハニカムアピアレンスという、原発性中枢神経系リンパ種腫瘍中心部では、細胞密度が高く充実性増殖を示し、特徴的な組織構築を示さない。髄菓種髄菓種は、小児の小脳で最も多い悪性腫瘍である。クロマチンに富む小型類園形の核と、乏しい包帯からなる細胞が、微慢性高密度に増殖する。 髄膜種髄膜種は原発性腫瘍では最も OK 全体の32%を占める。髄膜種は悪性度に沿って良性髄膜種、異形性髄膜種、悪性髄膜種に分類される。画像では髄膜種の一部は石灰化し、強い造影効果を示す硬膜から発生した脳実質外腫瘍である。神経消臭神経消臭は、 原発性脳腫瘍の9%を占める。超神経症種が多い。細長い核を持つ、防水系の細胞が削状に配列する。下水体選手下水体選手は、原発性脳腫瘍の9%を占める。頭蓋陰頭腫頭蓋陰頭腫は遺産組織から生じ、典型的にはトルコアン上部に見られ、部分的に石灰化している。充実性腫瘍。 または充実性腫瘍と脳法性腫瘍が混在した良性腫瘍である。転移性脳腫瘍脳転移の原発層で最も多いのは肺がんと乳がんである。変性疾患の発生基準の一つの仮説に異常な立体構造をとったあるいは異常に凝集したタンパクが細胞に毒性に作用し、ダイソゾームや指キチンプレテアソーム系によって排除されないというものがある。この仮説に基づき、 特異的封入体によって病気を分類することがある。アミロイド β タ,タンパクアルツハイマー病など、タウタンパク進行性拡上性麻痺、皮質基定核変性症などがタウをパチーとして知られている。タウタンパク1975年タウは神経系に特異的に発現する微小間結合タンパク質として発見された。微小間ワールファー。 データチューブリンのヘテロに両体からなる主要な細胞骨格の一つと考えられている。タウは細胞内において微小管の重合促進及び安定化、細胞骨格構造の形成、維持に重要な役割を果たし、その機能はリン酸化によって調節されている。タウ遺伝子は人では17番染色体上17921.2に存在し、16個のエクソンからなる。タウは 単一遺伝子から転写されたプレ MRNA が選択的スプライシングされることで6つのアイソフォームが発現する。エクソン2、3、10の選択的スプライシングの結果、アミノ酸352から441個の6つ、アイソフォーム、すなわち352、381、383、410、412、441ができる。R は、 タウのカルボキシルキマッタン側の微小間結合部のリピート数を示す。微小間結合部は、エクソン9から12にコードされており、エクソン10を含む 4R タウと、エクソン10を含まない 3R タウに分けられる。タウの微小間結合脳は 4R の方が大きく、N マッタンの配列は影響しない。N は、タウの N マッタン部位に存在する。 プロジェクション領域と言われる部分のプロフィールであり、微小管の間の間隔を決定している。エクソン2.3の有無によって決定され、エクソン2、3ともに認められないと例ノルマルであり、エクソン2がある場合は 1N、エクソン2.3ともにあれば 2N と分類される。人体性紀、新生時期は352のみ発現するが成人では6つのアイソフォームすべてが発現する。これは、 微小管ネットワークのダイナミクスを保つ上で 3R タウによる微小関係性が必要であり、安定な微小管ネットワークを保持するには 4R タウによる微小関係性が必要である可能性が示唆されている。神経細胞内線異常風入体を形成するタウのアイソフォームは各疾患によって異なり主に 3R 型、主に 4R 型、あるいは 3R、4R 両者が 同じ比率で含まれるタイプに分類される。3R 型にはピック病、4R 型には進行性拡張性麻痺、皮質規定核変性症など、両者にはアルツハイマー病などがある。進行性拡張性麻痺、進行性拡張性麻痺は1964年にスティール JC、リチャードソン JC、オルシェフスキー J の3人によって報告された疾患である。 現地では7人の冒険例を含む9例の PSP 患者の報告がされている。その臨床的特徴としては垂直性中止麻痺、偽性急麻痺、後部ジストニア、認知症、姿勢法事反射障害が挙げられている。10万人あたり6人程度である。臨床診断基準を満たすものでもいくつかの明けがあることが知られている。早期からの液転倒性。 垂直性格上性眼球運動障害を示す典型的 PSP。発症時に左右差、新鮮が見られルドーパに当初反応し、パーキンソン病と紛らわしい群。歩行や所持、発語の時のすくみを主症状として、筋強豪や新鮮が認められずエルドーパに対する反応性がないもの。すくみが他の神経症候より長時間先行し、罹患期間は、 平均13年と長い。PSP の中には、大脳皮質規定核変性症様の症状、すなわち、左右差のある衰退外路症状、皮質症状を示す報告例も認められている。中脳と、端皮蓋の萎縮、中脳水道及び、第三脳質の拡大。黒質の退色と萎縮は高度であるが、青半角の退色は軽度。 グロボス型アルツハイマー神経繊維変化の出現を伴う神経細胞の脱落とグリオーシスを規定核、死傷、脳幹部に認め、アワーオダ死傷価格、国質に最も強い。ギガバイト染色や免疫染色では NFT は神経細胞脱落の強い領域を超えて大脳から脊髄まで広い範囲で観察される。 タウの蓄積したグリア細胞の封入体が出現するのは CBD との共通点である。GFT にはオリゴデンドログリア包帯内のクイルドボディ、アストロサイトに形成されるタフト、シェープドアストラサイト、有水繊維内のアージャイラフィリックセレッドからなりタフト、シェープドアストラサイトは PSP の病理診断指標の一つである。タフト、シェープドアストラサイトは即死を許さない。 細い突起が中心部から放射状に配列する形態を示すものであり、PSP では中心全開を主体に全頭洋、頭頂葉に分布するほか、規定核や脳幹に認められる。原則としては PSP はタフとシェープドアストラサイトを CBD はアストラシティックプラークを示し病理学的には通常は両者の合併は見られない。しかし、 両者の共存例の少数報告例は存在する。皮質規定核変性症皮質規定核変性症は神経細胞とクリア細胞の双方に及ぶタウオパチーであり、アストラシティック・プラークは診断的価値を有する構造物である。CBD では大脳皮質と皮質化神経核に神経脱落が認められる。大脳皮質にバランドニューロンが出現していることに意味があり、 その数は問わない。大脳上面に出現していることが重要であり、バランドニューロンが変円形に限局している場合は、アグドの合併が疑われるとされている。PSP の鑑別法としては先に挙げた PSP は、タフト、シェープドアストラサイトを、CBD は、アストラシティックプラークのほか PSP ではは青玉、死傷価格、黒質の病変が頻発でありこれに、小脳死状格。 脳幹皮蓋の加わるが、CBD では泡青玉と黒質の病変が高度で、あるが染状態は、中等度、視床価格と、小脳死状格の変化は、軽度とされている。大脳皮質の原曲性萎縮、泡青玉の萎縮と黒質の色素脱出、にする下流の誘拐と包帯の主題を示す、神経細胞が認められる。萎縮を呈する大脳皮質の酸素を及び後、 六層に認められる。ギガバイト染色や免疫染色では神経細胞、グリア細胞ともにタウの蓄積が認められる。診断上有用なものとしてはアストラシティックプラークが挙げられる。これはアストロサイトの縁移部にタウが蓄積したものであり短い突起状の構造物が集合して一つの藩を形成する。老人藩と異なりアミロイドの沈着は認められない。 その他、オリゴデンドログリア包体内のクイルドボディ、有髄繊維内のアージャイラフィリックセレッドが認められる。トピックス1980年代後半に異常リン酸化されたタウが、アルツハイマー病の脳において、神経細胞内に蓄積する神経原性変化の構成単位であるペドヘリカル、フィルメンツ及びストレートフィルメンツの主要構成成分として同定された。現在はペドヘリカルフィルメンツ、 ストレートフィリメンツをまとめてタウ繊維という。その後多くの神経変性疾患において主要な病理蓄積物の構成成分であることが分かりタウオパチーという概念が出来上がった。1998年に前頭側頭型認知症の一つである FTDP-17 においてタウ遺伝子内に変異が見つかった。タウの機能異常が 神経細胞子及び認知症を直接誘導する可能性が示唆された。タウイ電子において連鎖不均衡部位があり、この部位の SNP 及び点座によって H1、H2 の2つのハップロタイプに分けられている。H1 ハップロタイプは PSP、CBD の危険因子と考えられている。アルファシヌクレーンパーキンソン病のレビー固定、免疫染色パーキンソン病をはじめとする、 レビー固定病など、多系統萎縮症など、ポリグルタミン脊髄症の変性症、ハンチントン病など、TDP-43 筋萎縮性側索、硬化症、前頭側頭葉変性症など、多系統萎縮症では、比較の褐色萎縮、ドラプラではアワ玉オタマ外接の萎縮、MJD ではアワ玉オタマ内接の萎縮が認められる。ハンチントン病では、お上核の萎縮が、 進行性拡張性麻痺では泡青玉と、類体の萎縮が大脳皮質規定核変性症では泡青玉と、死傷の萎縮が認められる。小脳皮質の病理過冷性変化小脳は、脳幹とともに、重量の減少が大脳に比べて小さい、20歳代の平均脳重量に対して100歳代では、大脳は20から25%減少しているのに、対して、 小脳や脳幹は10から15%程度の減少となる。肉眼的には、過励性変化は小脳チューブで顕著である。特に小脳第一列より、上面の全容である、中心症用や三上で目立つ。マクロ病変、キあり気形といった気形や脳ヘルニアや、交差性症脳意識がよく知られたマクロ病変である。遠隔機能障害の一種として示されることもある。 交差性症の萎縮症とは広範な、人側性の大脳病変から長い年月を経て、反対側の小脳が萎縮する現象である。アリックラは、病理発生基準の立場から交差性症の萎縮を3つのタイプに分けている。それは微慢性のミクロ病変大脳皮質と同様に、小脳皮質もそうに強調された変化を示す。プルキンエ細胞の変化が中心となることが多く、変性疾患では、 小脳肺側部で、虫部と蕎麦中部半球に病変が強調される傾向がある。分子層は、HE 染色ではエオジンに染まる細かい網目状の、ニューロピルと小型のカゴ細胞、正常細胞からなる。プルキンエ細胞の樹状突起や下流細胞、分子層では固有の疾患は知られていない。前述のプルキンエ細胞の樹状突起や下流細胞の軸作があるため、 プルキンエ細胞層や下流細胞層に変化が生じると分子層でアストロクリアが増生することが多い。プルキンエ細胞の樹状突起が原曲性に膨らみ突起が出ているように見えるカクタスが認められることもある。カクタスは代謝性疾患や発達障害で有名だが多系統萎縮症、皮質性症の萎縮症、CJD などで認められ、疾患と食い性はない。 分子層の下端に大きなフラスコ型の細胞が一列並んだプルキンエ細胞層がある。その樹状突起は分子層の中で扇のように平面的に枝分かれする。その面は小脳界に対してほぼ直角である。プルキンエ細胞は拒血に対して非常に脆弱な細胞であるため死後変化や死線期の不死かどうかを区別するためにベルグマングリアの 増殖を確認する。死後変化や、四線期のフッでは、プルキンエ細胞層が海面上に理解し、プルキンエ細胞は消失しているが、アストログリアの反応は見られない。プルキンエ細胞の包帯は、分子層にあるカゴ細胞の突起によって取り囲まれている。正常では、その他の神経繊維も同時に染まるためバスケットの部分は分かりにくいが、プルキンエ細胞が脱落すると、 エンプティーバスケッツという初見で確認ができる。トルペドは、プルキンエ細胞の最も近い部の軸索に生じた、スフェロイドであり、下流細胞層内で認められる。プルキンエ細胞の障害を示唆する初見だが、疾患と食い性はない。多系統萎縮症では、多数認められることがあるが、遺伝性脊髄症の変性症では遭遇することは、稀である。皮質性症の萎縮症は、 病理学的には、下オリーブ核、小脳チューブという登場線維系に原局する、病変を示す。多系統萎縮症や、マチャド・ジョセフ病では主たる病変が小脳へ入力する、コケ状線維系の変性であること、病変がそれ以外にも、複数の部位で認められる点が、皮質性小脳萎縮症とは異なる。また、アルコール性小脳萎縮症や、自己免疫性小脳失調症や、 防腫瘍性神経症候群では、病巣が不連続的、あるいは解剖学的な部位と無関係な病変の強弱が認められる。皮質の中で最も厚く見える層が、下流細胞層である。円形で、クロマチンに富む小型の細胞核が密集しているため、HE 染色標本の弱拡大像では、下流層全体が青紫色に見える。下流細胞が脱落する場合は、 白質側から消失することが多い。原曲性のミクロ病変小脳の原曲性病変では高速が多い。小脳髄質の病理学変性疾患、白質ジストロフィー、脱髄性疾患、主要で小脳髄質に病変が認められる。変性疾患と系統萎縮症は、小脳の活面は、白質の萎縮が強いため皮質が相対的に大きく見える。 これは胸郭のみならず下折り部角から小脳に入る神経繊維の変成がプルキンエ細胞から四上角に向かう神経繊維の変成を凌駕しているからと考えられている。その小脳白質の活面は非常に特徴的であり、肉眼的には境界不鮮明な半常の白い部分とやや褐色を帯びた部分が混在している。多形統萎縮症では変成が 死状角を超えることはない。一方で、マチャド・ジョセフ病では、死状角門から上昇のお足に、繊維性クリオーシスが広がる。白質ジストロフィー、副人白質ジストロフィーでは、病変が、小脳白質から端底部、中小脳足、下オリーブ角、下小の足などに左右対称性に広がる。アレキサンダー病では、ローゼンタール繊維が出現する。 脱髄性疾患多発性硬化症などで脱髄性病変を伴うことがある。腫瘍症に腫瘍が小脳舌室に起こりやすい。髄芽腫は小脳中部下面に後発する。小脳核の病理学小脳核は第四脳室の天井付近に室井忠気核、球状核、線状核、四条核の四つの神経核があり、発生学的には下オリーブ核と同じ起源である。 プルキンエ細胞はこの小脳核のいずれかに投射繊維を送る。史場核が最も大きく、史場核以外に選択的に障害を示す疾患が知られていないため神経病理学では史場核に注目する。史場核の入力繊維は外側から入る。史場核の内側部は上昇脳足に向かって史場核門が開いており、史場核の出力繊維は 死状角門と上昇のお足を通る、血管障害死状角は循環障害の影響を受けやすい。低酸素脳症では死状角の脱落が認められる、小脳出血の後発部位でもある、赤角と同側の香り深く、それに反対側の小脳を結んだ線をギラン・モラレの三角という、この三角の一部が高速や外傷で切断されると、 下オリーブ角に肥大が生じることがある。特に病巣に死状角が含まれている時に観察されることが多い。変性死状角の変性には神経細胞の防火、グルモース変性、神経細胞の変性、脱落が知られている。ペラグラ脳症やクロイツフェルットヤコブ病では死状角のリポフスチン下流の沈着がほとんどないにもかかわらず、 神経細胞が膨らんでいることがある。日本では、グルモース変性といえば、小脳史場核に見られる変化を示す場合が多い。HE 染色では、抗酸性を呈する雲状の構造物が集積する。プルキンエ細胞軸索終末の前シナプス変化と考えられており、小脳史場核細胞周囲で、軸索末端部で、無髄繊維が増加と考えられている。 プルキンウエ細胞が高度に脱落している場合は、グルモース編成が認められない。小脳炎神経編成を示す初見であり、進行性角上性麻痺や史上核赤核泡を玉、類体意縮症などで特徴的に認められる。史上核の神経細胞の編成、脱落では、史上核自体に生じる一時性脱落と、小脳皮質の病変の二次性脱落に分けることができる。 一時性脱落は進行性拡張性麻痺と、史上角積角アワーオダマル遺体意縮症、フリードラアイヒス症症、ミトコンドリア病のマーフ、ラフォラ固定病などで見られる。進行性拡張性麻痺と、史上角積角アワーオダマル遺体意縮症では、グルモース変性が非常に特徴的であるが、高度な神経細胞脱落も起こる。ミエリンのアワメーカが主に史上角門に生じ、 繊維性グリオーシスで痴漢されている。さらに、史上角門から上昇のお足にもグリオーシスが認められる。マチャド・ジョセフ病では、神経細胞の脱落に比べて、ミエリンの泡名化が史上角の外側部と内側部の双方に認められる。フリードライヒ失調症は、史上角の神経細胞脱落と上昇のお足の変成、泡青玉や類体変成を伴うことがある。 また、ミトコンドリア病のマーフでは、小脳脂場核、下オリーブ核、黒質、規定核などに著しい萎縮、神経細胞の脱落や、クリオー質が見られる。また、大脳規定核や大脳白質の血管に石灰化が生じる。ラフォラ固定病の小脳では、プルキンエ細胞と下流細胞の中等度脱落に加えて、脂場核の神経細胞が高度に脱落する。 二次性脱落は、自己免疫性症脳失調症、皮質性症脳萎縮症、アルコール性症脳萎縮症、多系統萎縮症などで見られる。一次性脱落に比べると、神経細胞の脱落は高度ではなく、萎縮が中心となる。アストログリアの増殖を伴うが、繊維性グリオーシスが特徴とされる。自己免疫性症脳失調症、皮質性症脳萎縮症、 アルコール性症の萎縮症など、プルキンエ細胞が標的となっている疾患では、プルキンエ細胞の軸索の変性が、死状核に修練するため、死状核外側部に接する白質に、マクルファージが、収束する。特に防止用性症の変性症では、マクルファージが、死状核外側部のみならず途中の白質にも見られる、ことがある。多系統萎縮症でも、死状核は、萎縮が主体である。 市場格門に白質病変が及ぶことは非常に稀で上小脳足は保たれる。小脳萎縮のまとめ小脳萎縮には3つの表現型が知られている。特に小脳皮質編成と市場核編成は明らかに区別できる。プルキンへ細胞型の代表例は多系統、萎縮症であり、小脳半球の白質、プルキンへ細胞が脱落し、市場核、市場格門は保たれる。 下流細胞型の代表例は、メンケス病や GM2 ガングリオシドウシスといった代謝性疾患である。メンケス病は、銅の細胞内代謝障害である。プルキンエ細胞も脱落するが下流細胞の脱落が、著しいのが特徴である。メラスをはじめとしたミトコンドリア病も、小脳萎縮を示すことで有名である。画像上は、小脳萎縮を示すが明らかな小脳性。 運動失調を認めないことも多い。下流細胞型では、プルキンエ細胞が、原曲的に主題したカクタスや、人手固定が認められることがある。人手固定は、樹状突起の縁異部の主題であり、分子層に見られるが、カクタスは、プルキンエ細胞層で認められる。史上閣励の代表例は、マチャド・ジョセフ病であり、史上核、史上核門、上昇脳足が脱落し、史上核は、 ミクロ的には、グルモース変性像を呈する。プルキンエ細胞は保たれる。グルモース変性では、抗酸性、死人性の、もやもやした、無構造の物質とか、流状あるいはリング状の、物質が、史場核の神経細胞体や、樹状突起の周囲に巻きつくもので、プルキンエ細胞の軸作末端変化とされている。マチャド・ジョセフ病では、あわあおたま内節の萎縮も、特徴的である。 ミトコンドリア病のマーフは、小脳指定核にも著しい萎縮が見られる。末梢神経の生検では、被覆神経が選択されることが多い。生検後運動麻痺を効かさないこと、遠位部にあるためポリニューロパチーの病変が検出しやすいこと、位置が動定しやすく圧迫などの外傷から守られていること、神経伝導速度検査と対比が可能なことからである。 血管炎性ニューロパチーやサルコイドーシスを疑う場合は筋聖形を同時に行うため朝飛骨神経と単飛骨筋の同時聖形や後意飛服神経と単飛骨筋の同時聖形がされることがある。検体は HE 染色のためのホルマリン固定、エポン放埋を行うトルイジンブルー染色やトキホグ指導のためのグルタールアルデヒド固定、 免疫染色のための凍結標本などの作成のために分割することが多い。標準的には凍結標本、エポン包埋標本、トキボグシ標本の4種類を作成する。有水繊維の評価を行うのに最も適した染色法と考えられ、末梢神経病理では最も一般的な染色法の一つである。エポン放米で行う。この標本で軸索編成。 脱髄に関して多くの情報が得られる。急性の軸索編成である、ミエリン球、慢性の軸索編成であるクラスター化、急性の脱髄を示すネーキッド悪心や反復する、脱髄である、オニオンバルブが評価できる、パラフィン放埋切片である。個々の神経の観察には適さないが神経性検が、特異的診断に直結する疾患では、極めて有効である。アミロイドや、 血管炎、炎症細胞浸順、サルコイド結節、ハンセン病における雷菌などの評価を行うことができる。血管炎や悪性リンパ腫、抗マグ抗体ニューロパジーなどで用いられる。軸索編成や脱髄など、個々の有髄繊維の病的プロセスが検討できる。急性、亜急性の軸索編成では、ミエリン球の連鎖が観察でき、脱髄と再髄消化過程として知られる。 乱便へ降臨の染色性の低下や乱便へ、降臨間距離のばらつきが見られる。体位はうつ伏せ、あるいは手術師側を上にした斜め45度行外または、側外で手術師を膝で90度屈曲した形の、いずれかで行う。被腹神経聖剣でも、行為の聖剣法を用いれば短皮骨筋の採取も可能である。被腹神経神経聖剣、行為被腹神経聖剣、 朝日骨神経成形などの方法が知られている。静脈確保後外科工法の外科上演により、約二王子上報、アキレス腱との間の部位を中心に低毛し、消毒する。アキレス腱と平行に3から4センチメートル程度石灰を入れる。結合組織を鈍的に剥離していくと、切開層と平行に走行する直径2から3ミリメートルの2本の環状構造物が認められる。 これが小腹剤静脈と被腹神経である。両者の鑑別は比較的困難である。小腹剤静脈は被腹神経よりも表面に近いところを走行すること。神経には絹のような光沢があり、数本の縦に走行する数本の神経束の束として認められること。血管は直角に分子するが神経は直角に枝を出すことはないといったことで区別を行う。 被覆神経を確認したら、消腹剤状脈を十分に剥離し、神経が直視下に入るようにする。神経をつまんだり、圧迫しないように注意し、糸を緩くかける。その後、筋異端を切断する。この時に、電撃痛が認められる。その後、炎肉端の切断を行う。神経は3センチメートル以上採取する。止血を確認したら、皮膚方合を確認する。 単皮骨筋の生形を行いたい場合は、神経生形後の止血を確認した後に、さらに結合組織をドン的に剥離し深部に進む。被膚神経が皮骨とアキレス腱の中間部よりも、アキレス腱よりに位置するのに対して、単皮骨筋はやや皮骨よりにあることに留意する。筋膜を見つけたら、メスで切開し、通常の筋生形と同じ方法で、筋肉標本を切除する。 装具は密閉されていれば消毒。ガーゼ交換は3日おきくらいで十分である。整形施行後は2から3日は、術師面下であり、移動は、車椅子である。その後より、荷重可能、シャワー可能となり、10日程度で抜死可能となる。その後入浴可能とする。術後の関節を動かした時に、電撃痛が認められることがある。感覚ドンは、異常感覚が、 被覆神経領域の後遺症として残る。後遺症の分布は縮小傾向となり1年後に強い症状を訴える。ものは10%以下とされている。被覆神経の検体では正常では、有髄繊維、無髄繊維、手腕細胞、結合組織が認められる。有髄繊維の大部分は感覚繊維であり、長径分布は体型、小型の二方性であり。 密度は6000から1万平方ミリメートルの間にある。被覆神経では体型繊維が35から45%を占め、小形繊維は55から65%を占める。無髄繊維は感覚繊維と交換神経節後繊維で割合は7対3である。一方性の分布を取り密度はほぼ2万から4万平方ミリメートルである。 軸作編成後はスプラウトが多数無髄繊維として認められるため繊維密度が増加する。無髄繊維は有髄繊維の約4倍存在する。随称は G レーシオで評価される。G レーシオは神経全体の直径に対する軸作の直径であり0.6から0.7くらいで良好な神経伝導が得られるとされている。しばしば神経終幕化に 繊維目細胞や基底膜の残骸やコラーゲン繊維などを含むルノーボディが認められるが病的意義は乏しいとされている。また、被覆神経では加齢性変化も知られている。加齢に伴い結合組織が増えて神経内障の面積が増加し実数は減っていないのに密度が低下する。体系融水繊維が高齢になると減少する。 70歳代は30歳代の70%に低下するといった報告や80歳代は20歳代の54%程度といった報告もある。また加齢に伴い神経周膜基底膜が飛行し、内小血管のヒアリン化が目立つ傾向がある。神経病理学随症の成分は中枢神経と末梢神経で異なる。中枢神経のミエリンの主成分は、 ミエリン塩基性タンパク質とミエリンプロテオリピドタンパク質であるが、末梢神経のミエリンの主成分は P0 と P2 である。末梢神経病理学の重要な点の一つに、有髄繊維の変化の一時的な原因が、軸索変性か随症なのかを判別することである。軸索と随症の依存関係のためこの判別は、しばしば困難である。軸索が障害を受けると、軸索から、 様々な栄養因子を供給されていた随章が維持、できなくなって崩壊し随球となった処理される。また脱髄では随章に保護されていた軸索が露出することになり、再び手腕細胞による随章化を受けないでいると萎縮したり消失したりする。また、神経聖剣特有の問題として、聖剣部位の軸索編成が禁異部で生じた脱髄の二次的変化による場合のこともある。 軸索障害軸索内では、タンパクの合成ができないため、細胞体からの軸索輸送が、その維持に重要である。軸索の形態的変化は輸送の流れが途絶えたために、その遠意部では、細胞骨格や、小器官の消失が起こる。それに引き続いて、軸索の破壊、随症構造の破壊が起こり、随症の塊となり、マクルファージによる処理がされる。軸索とともに、 水晶成分も取り除かれた後、手腕細胞が残存し、軸索の再生に備える。軸索の身長は、グロースコーンと呼ばれる先端の膨らんだ部分が誘導する。多数の軸索の芽が分子し、かつて一本の融水繊維を取り巻いていた、規定膜内に入る。ある分子は、長軸方向からそれたり反転したりして、接合先を失う。したがって、 初期の再生繊維は通常は3本以上の無髄繊維や薄い髄晶を持った繊維が共通の規定膜に覆われている。軸作障害の初期では髄晶軸作編成が光学顕微鏡でオボイドとして認められる。これは壊れた髄晶に囲まれた軸作の破片である。圧迫によるアーチファクトとしばしば間別は困難である。オボイドは 電子顕微鏡や時ほぐし像で最も評価ができる。慢性期または進行期の軸作編成では、有水軸作の減少と神経内膜の結合組織の増加である。再生クラスターの存在は、その背景にある病理変化が軸作編成による過程の良い証拠となる。時ほぐし標本によって神経編成と再生の異なる病気を示し、 病変が進行中であることを示すこともできる。軸作系の変化がしばしば診断の手がかりになる。軸作系は軸作に含まれる、ニューロフィラメント飛び小管の数と相関がある。軸作意識はほとんどニューロフィラメント生成の減少、よって起こる。体形繊維がニューロフィラメントに最も富むため最も病変を認めやすい。神経障害が 長期に及ぶと二重性脱髄が起こり、重度になると原発性の慢性脱髄に過程が似ることもある。高齢者の軸索萎縮は、シャルコーマリートゥース病、尿毒症性、ニューロパチー、糖尿病性、ニューロパチー、骨髄種に関連したニューロパチー、主児の中毒性ニューロパチーで認められる。局所性あるいはオス性のニューロフィラメントや、 その他の細胞小器官の蓄積によって起こる。軸索主題は遺伝性巨細胞性ニューロパチーや、N ヘキサンによる中毒性ニューロパチーで認められる。軸索編成は次に示す3つのタイプが知られている。どのタイプでも編成の過程が運動軸索に影響すると、最終的には筋肉の脱神経をきたす。ワーラー編成は神経理段に対する軸索炎異ブの反応である。 人では局所の拒絶や圧迫などが対応する。早期には、形態学的には、軸索とその随称の破壊が特徴。続いて、修復期では、手腕細胞の規定膜から形成される管の中に、手腕細胞が増殖する。管を形成する、手腕細胞の集まりは、ビュングナー体を構成している。軸索の再生は切断された神経の、筋位断端から、 軸索の方がを通じて、軸索の切断と、ほぼ同時に始まる。進行は1日に1から3ミリメートルと遅い。これらの方がは、通常1つの切断された軸索に対して2から5本で、ありビウングナな値に入ってくることができる。この過程の結果、形態学的には再生するクラスターや、再生繊維の薄い融水繊維の集まりとして、観察される。近年ワーラー編成は、 軸索切断に至らない程度の軸索輸送のブロックでも生じることが分かり、ダイイングバック型ニューロパチーとかなり共通したメカニズムと考えられている。この軸索障害は、ある一群のニューロパチーに特徴的で、はじめは軸索の最も遠位が障害され、ついで徐々により、近因が変成する。ほぼ左右対称で、亜急性もしくは慢性の変成を伴う。 最も長く大きい繊維が初めに侵される。これを長さ依存性の脆弱性といい、多くの軸索性ニューロパチーで手袋靴下型で症状が出現する根拠となっている。脱髄型ニューロパチーでは長さ依存性の脆弱性は認められず、大体部から症状が発現することもある。遠い部ほど神経細胞から栄養が届きにくいこと、あるいは神経毒素は 軸索全般に作用するがそれに対する防御因子は遠異部ほど供給が少ないなどが基助として考えられている。病理学的所見は軸索の方がを含めた再生の証拠を伴う有髄繊維の減少が特徴的である。5作の編成はこの基助では脊髄の上端から始まり末梢神経、電動速度検査では末期まで正常となることもある。入ロのパチーは 細胞突起に属する軸索ではなく、神経細胞体の障害が最初であると考えられている、軸索障害型ニューロパチーである。多少は、細胞体障害を伴い、細胞体が障害されるため再生が不可能となっている。ニューロのパチーは、大脳皮質や、その他の開白質での神経細胞編成として、感情に進行し、引き続き選択的な神経細胞脱落を伴う、 ことが特徴的である。ビタミン B6 欠乏など中毒性ニューロノパチーや防腫用性神経症候群では感覚神経の方が運動神経より障害されやすい。これは高根神経説では血液神経関門が書いていることが関係すると考えられている。またファブリー病では小さな神経細胞が障害され、すく防腫用性神経症候群や 感覚性ニューロパチーやフリードライヒ運動失調症、ムベータリポタンパク血症では、大きな神経細胞が障害されやすいといった神経細胞選択性も認められる。原発性節性脱髄原発性節性脱髄は一時性の髄症あるいは手腕細胞の障害で起こる。運動軸索に起こった場合、軸索は正常であるため筋肉の脱神経による萎縮は起こりにくい。 不死性脱髄では、繊維の前兆にわたって、髄症の石管が不連続になり、ある髄症が障害される一方、その他は保たれる。病変は、後輪付近、パラノデから始まる。手腕細胞とマクルファージは変性した髄症を鈍色する役割がある。ランビエ微鋼が広がったり、脱髄を起こした石管が剥き出しになって、伸びたりすることが、 神経内の大部分の繊維で起こると電動ブロックを来たし、末梢神経電動速度が低下する。脱水が非常に狭い範囲で生じると障害を受けた、石管に関与する手腕細胞が随章細形成を開始する。石管の消失が15マイクロメートル以上では、選択され、新しく増殖した手腕細胞が随章細形成を行い、小さく挿入された石管を形成する。 この基準によって解きほぐし増による乱微へ降臨間距離のばらつきが生じる。不死性が続いと、随症再形成を繰り返すと、オニオンバルブが形成される。脱髄後に軸索がむき出しになり、病態が収束すると軸索を失った、手腕細胞や、近傍の手腕細胞などが増殖し始める。複数の手腕細胞が一本の軸索をめぐって、随症化し落とし、 規定膜内へと侵入するが、成功するのは一つの手腕細胞であり、他の細胞は周囲に追いやられる。ある細胞は死滅し、規定膜が残存する。この脱髄と再髄消化が繰り返し生じると、オニオンバルブを形成する。病理診断としては、再生繊維と不死性脱髄の区別が難しい。 有髄繊維並みの大きさの軸索が剥き出しになり、髄鞘がないときは脱髄が完成した繊維と考える。一方薄いながら、数層の髄鞘があるときは再生した、有髄繊維である。時ほぐし像で得られる、脱髄庶民は脱髄が完成したものを見ているのであって、あれば確実な所見だが軽微な変化は捉えられない。脱髄に至る過程は次の6種類に分類される。 ギランバレー症候群と慢性炎症性脱髄性ニューロパチーで特徴的に認められる。マクロファージが手腕細胞の規定膜内に侵入し、髄症のイントラペリアドラインを分離し分解していく。前段階として得意な抗体や固体の髄症への接着が想定される。髄症が多数の症候に分解される。冒険例で多く固定時のアーチファクトの可能性もあるが、 糖尿病性ニューロパチーや薬物中毒などで多く認められる。手腕細胞膜の細胞外側同士が癒着不全で理解するためイントラペリアドラインが見られない。感激は細胞外の部分に広がる。小形繊維に多く見られる傾向がある。アイムのタンクロー音性タンパク血症でマグ抗体を有する患者に特異的である。随症のメジャーデンスラインで理解があり。 手腕細胞の細胞質が、随症の中に見られる。ポエムズ症候群、遺伝性圧脆弱性ニューロパチー、CMT1 バイトなどでよく見られる。随症の部分的折りたたみ異常で起こる。時ほぐし像でトバキュラが認められる。遺伝性圧脆弱性ニューロパチー、CMT4 バイト、CMT4 回、CMT1A、マ膜抗体陽性のニューロパチーで認められる。 随鞘内の不襲や空放化である。慢性炎症性脱髄性ニューロパチーや、抗マグ抗体陽性のニューロパチーに比較的、特異的とされている。被腹神経性検による診断において、重要な所見をまとめる。血管炎では、シ性血管炎、微小血管炎、抗酸球性肉芽種が特異的な所見である。エシ性血管炎は、顕微鏡的多発血管炎や抗酸球性。 多発血管炎性肉が主症で見られることが多い。小血管で血管構築が破壊されており、血管壁内の細胞浸潤が内膜、中膜、外膜の前層にわたって見られ、内膜と中膜を隔てる内断性板が断裂しているとわかりやすい。微小血管炎はクリオグロブリン血症、非全神性血管炎性ニューロパチーで認められる。 細動脈が炎症の場となるが、毛管壁が薄いため血管構築の破壊を病理で証明するのは困難である。しばしば CD68 抗体や CD3 抗体といった免疫染色を併用する。抗酸球性肉芽腫は抗酸球性多発血管炎性肉芽腫症で認められる。ステロイドが投与されると認められないことが多い。悲観落性の肉芽腫で、 類上皮細胞、ラングハンス巨細胞、リンパ球からなる。神経よりも筋での陽性率の方が高い。肉芽種のみならば、サルコイドーシスの他反ン,ン病、抗酸球性多発血管炎性肉芽種症、多発血管炎性肉芽種症などでも認められる。家族性、アミロイドニューロパジーでは、神経内障の血管周囲にアミロイド沈着が認められる。骨髄腫や、 エールアミロイドーシスでも認められる。マクロファージが取り付いて、随症を剥がし鈍色している像や手腕細胞が、自解して随症が壊れる。すなわち、軸作周囲に、随症崩壊産物が認められる場合は現在、進行形の活動性が続いてある。一神経束に打ちさやに2から3個程度のリンパ玉は、病的ではないと考えられる。血管周囲を取り巻く。 多数のリンパ球侵順はシドップを示唆する。これをペラーバスキアラーカフィングという。電子顕微鏡所見であるが、ワイドリースペースドミエリンは、抗マグ抗体陽性のニューロパジー、アンチョンパクテッドミエリンラメラは、ポエムズ症候群で認められる。有髄繊維が脱髄と再髄消化を繰り返す過程で、手腕細胞が有髄繊維を幾層にも玉ねぎ状に取り巻いたものである。 玉ねぎ状の取り巻きは通常4から5層である。無髄繊維や繊維目細胞を含むこともある。中心には髄鞘の薄い有髄繊維があることも多いが軸索が残っていないこともある。CMT1A、CMT3、シドップで認められる。軸索を取り巻く構造が1から2層程度のものである。CMT1 バイトやシドップ、MMN、アイムパラプロテインを伴う。 ニューロパチー、糖尿病性、ニューロパチー、黒バビオなどで認められる。軸索編成後の再生繊維はしばしば、オニオンバルブのように見える。中心の繊維が2本以上あるいは不明瞭で取り巻く。成分に、無髄繊維を多数認める場合は、再生繊維を疑う。ノルマルヘキサンなどの中毒性ニューロパチーで認められる。軸索輸送障害で認められる。 局所的に随晶が過剰に取り巻き、厚さを増しているものを指す。中心に軸索が残っているが軸索主題はなくむしろ、萎縮しているように見える。遺伝性圧脆弱性ニューロパチーで、最も典型的に、高頻度に認められる。その他は、CMT4 や M パラプロテインを伴う、ニューロパチーで認められる。純得意的な所見である。後天性ニューロパチーを示唆する所見である。 同じ神経束内でのばらつきの他に、神経束同士でばらつきが認められることもある。血管炎性、ニューロパチー、サルコイドーシス、アクセリンパッシュなどで認められる。筋医部の病変で、性腱部位では、軸索編成や軸索消失が認められるときもばらつきは出現する。神経周膜の細胞浸順は、ハンセン病、特発性神経周膜炎。 クリオグロブリン血症、サルコイドーシス、ライム病で認められる。小形腺優位の脱落、変性は、アミロイドニューロパチー、糖尿病性、ニューロパチー、急性自立性感覚性ニューロパチー、遺伝性感覚性ニューロパチー、ファブリー病、アルコール性ニューロパチーの一部、シェーグレン症候群の一部で認められる。神経内症の不死は、細胞成分がなく、 トルイジンブルーで薄く染色される。神経収膜下に限局するものは、病的意義は乏しいが、内症の内部に広範囲に見られる場合は、意義がある。ポエムズ症候群や、多層性のオニオンバルブが認められる疾患、CMT3、シドップ、クロバビオなどでよく認められる。まずは標本にアーチファクトの混入がないか確認する。次に、神経束が何本あるのか確認する。 二から三本の場合は、被膚神経の分子であり、動脈も含まれていないことが多く、評価が不十分になる。有水繊維密度が保たれているか確認する。減っていたら、何らかの軸索障害を意味する。体型繊維、小型繊維のそれぞれに選択性があるか確認する。異常所見の分布が均一か、局所的か評価する。局所的な場合は、 高天性疾患、特に拒血性、免疫性、感染性を示唆する。脱髄所見があるのか確認する。シドップの診断指示基準では時きほぐし増で12%以上である。次に活動性の評価をする。おぼや、髄症の分解過程がないか確認する。これらは、疾患の緊急度を示す。最後に特異的所見がないか確認する。ありがとうございます。